今週のホットニュースはファレル・ウィリアムスが登場。これはアディダスオリジナルスのグローバルキャンペーンの一つ。アディダスのアイコンスニーカーであるスーパースターのつま先に史上初めてグラフィックを施した作品が登場した。キャラクターの顔がザーンと分かりやすく、出てくる、見えるっていうのを大切にしました。ファレルの PV でアニメーションを手掛けたミスターをはじめ、さまざまなアーティストが自由にデザイン。これらはスニーカーの聖地原宿にオブジェとなって出現している。